続いて否定のアルティメット読書会、第4弾です。ここですね、ノットをつける位置の話と、まあノットで終わる文っていうんだけどな、ちょっとまあ実際見てみよう。ここはね、はい、ここはね、なんかもういっぱい英語読んで、なんかそういう形なんだなってもう理解することかな、これを覚えることじゃないと思うんですけど、このページです、385。要するに例えばね、これ私は両親が同意しないと思う、同意しないってなるじゃん。だから本当はこれ My parents will not agree ってきそうな気がするでしょ、ね、I think 私の両親同意しないって。でも not の位置が前に来ますよって話がこのページの話です。でなんでかというと、英語ってほら結論が最初に来るじゃない、ね、でその後にまあこう細かい情報がこう来るわけでしょ。ということは最初に結論で私は思わないって先に言っとかないと、これ聞いててさ、私は思います、両親が同意しないって聞くと、まあ、英語の頭からすると、あ思ってる内容ね、あ同意しないんかいって逆になんかツッコミな感じになるわけよ。だから最初にもう私はと思ってませんよとっていうふうに先に前に否定を持ってくる、これがまあ英語の習慣です、ね、で後ろに肯定文を残す、ね、だから I don't think という形になるんだよってことです。でこの、まあ、don't think 型って書いてるけども、ね、まあ、think とか believe とかこういう言葉の時には、ね、先にも not をつけてください。V のところに not、ね。V のところに not。これをつけようってこと。あ要するに don't とか。ごめん、変だね、書き方がね。まあ、例えば don't V みたいな感じになるわけよ。これが基本なんだけど、中にはこんなのがある。Hope とか Afraid、 これが来るときは今度は逆にざっと説の中に not をつけてくださいと。だからこれなんか理屈がね、あんまりこう論がないだよね。だからもうこれは、あ Hope が来たときは中や、 Afraid は中や、あでも Think は前や、ね、もうその区別でいくしかないかなと思います、ね、こっちは not や、ね、だからここはもういろんなやっぱり英文にあたって、あこの時には前やな、後ろやな、ね、そうやってなれるようにいろんな英語を読んでいきましょう、ね、はい。で次のページ、386、ここもね、例えばこれ、これはもうあれ羊の皮の話です、ね、どういうことか、ね、Can you come to the party? って聞かれて I'm afraid not、 これ日本語なくてもどうも分かる、明日パーティーに来ることできますか、 I'm afraid not ってことは私は恐れてる、ノットであること、そうつまり来れないんじゃないかと思いますよって言ってるわけでしょ。つまり皆さんは I'm afraid not の中にもうこういう言葉が入ってこない、 I can't come to the party って、ね、でもこれ書くとさ、前に同じこと言ってんだから文字数無駄だよ ね、羊が痛がるよね。だからもうノット一言で片付けようぜって話、だから省略の話です、これ省略ね。だから無駄を省くときにはこのもうノット一言で片付けることができるよっていう話。ちなみにこのトライアウトを練習してみるといい。フランク drives much too fast、 めっちゃ速く走ると。 It's car he'll have a terrible accident、 ひどい事故に巻き込まれるだろう。おお、さあちょっとどうするか、ね、まず選択肢、ホープもアフレイドもあるよね。ということはこれはもう前にノットはつけない形だってことはまずもう入れるしかない。ね、そうすると2か4です。ね、そうすると、ホープっていうのはこれ望ましいことを期待するわけだね。で、アフレイドはこう、ああ、起きちゃ嫌だなってことをこう懸念する言い方だよね。ということはどう？今日は事故が起きることは嫌だよね。ということは起こらないことを願った方がよくない？これ4番にするとすっげえ嫌なやつだよ。ああ、多分起こさないんじゃないかな、残念ながら事故ればいいのにみたいになってしまうわけよ。だから2
2番が正解だね。はい、そうやって考えましょう。はい、というところで、ここはなんかこうね、しっくりこないかもしれないんだけど、特にこの前半のね、こういうふうなもう言い方なんだということをどんどん入れてってください。以上です。